こんばんは、シムパイロットキヨキヨです。さて本日は後ろにありますシムワークススタジオさんから発売されたクエストコディアック100のご紹介です。小型の単発ターボフロップ機であるこのコディアック100ですが、その見た目に反して操縦が難しい機体になっています。この動画ではコディアック100の飛ばし方についてご紹介をしていきます。まずコディアックを飛ばす前に推奨するキーコンフィグをご紹介いたします。今回割り当てるキーコンフィグについてはエレベータートリムとラダートリムとなります。このトリムを割り当てることによりコディアックを飛ばしやすくすることができます。まずエレベータートリムについてですが、このように設定します。最後にラダートリムについてはこちらに割り当てを追加します。それではコディアックの外観を確認していきます。こちらがコディアックの外観となります。マイクロソフトフライトシミュレーターで用意されているセスナ 208B グランドキャラバンに似ています。コディアックには強力なエンジンを搭載しています。後々に説明する機体操作についても、その強力なエンジンによって特徴的な挙動が出ます。外観には2種類のバリエーションが用意されており、タイヤの大きさと機体の下にカーゴポットと呼ばれる荷室の容量を増やすオプションが追加できます。次に内装を確認していきます。こちらがコディアック100の内装となります。コックピットのドアについては赤いドアロックを外すことで開けることができます。反対側についても開けることができます。機体後部のドアについても開けることができます。赤いロックを外した後、上下のドアを操作することで開けることができます。ドアを開けた状態で外を確認するとこのような様子となります。閉め方についてはもう一度ドアを押していただくと、ドアを閉めることができます。ドアを閉め終わったらロックをかけます。後部座席については5種類のバリエーションが用意されています。現在映っているのが貨物機用のカーゴとなります。次に貨物と乗客を両方とも乗せたい場合は Mixed を選択します。乗客については4人のみ乗せることができます。多くの乗客を乗せたい場合はタンドラーを選択します。最大で8人乗せることができます。もし有名人などを乗せて飛びたい場合はサミットを選択します。座席のレイアウトがこのように変わります。最後にスカイダイビングを行いたい場合はスカイダイブを選択します。スカイダイブでは後ろのドアがシャッターに変わります。シャッターを押すことで開けることができます。逆にシャッターを閉めたい場合はコックピットの上部に閉めるためのハンドルがあります。こちらを操作することで閉めることができます。コディアックについてはペイロードを変更することで乗客や貨物を表示することができます。乗客については41キロ以上を入力すると表示されます。貨物については重量を10キロ、20キロ、50キロを入力することで表示が変わります。コックピット内にある小物についてですが、ドア付近のこの部分を押すことでカップホルダーが出現します。またサンバイザーについても操作することができます。コックピットの小窓についても
開けることができます。それでは機体を立ち上げていきます。コックピット左側を確認し、赤いマスタースイッチをオンにします。その右隣にあるアビオニクスマスタースイッチをオンにします。ナブライトをオンにします。頭上を確認していただき、フューエルセレクターをカットオフから緑色のオンに切り替えます。なお、両方のフューエルセレクターがオフになっていると、コックピット正面にある警告灯がつきます。中央にあるレバー類を確認していきます。エマージェンシーパワーレバーがノーマルの位置になっているか、黒いパワーレバーがアイドルの位置になっているか、青いプロペラコントロールレバーがフェザーの位置になっているか、赤いフューエルコンディションレバーがカットオフになっているか確認します。そして右側を確認し、フラップがゼロになっているか確認します。それではエンジンを始動していきます。エンジンを始動させる前にビーコンライトをオンにします。ファイアーウォールフューエルシャットオフを押した状態にします。 AUX バスをオンにします。フューエルポンプをオンにします。イグニッションをオンにします。スターターをローまたはハイにすることでエンジンが始動します。フューエルコンディションをローアイドルにします。プロペラレバーをマックスにします。正面の計器を確認し、 NG が 54% 以上を超えたことを確認します。スターターをオフにします。イグニッションをオフにします。フューエルポンプをスタンバイにします。ジェネレーターをオンにします。オルタネーターをオンにします。ピトーヒートを左右両方ともオンにします。着氷を防ぐためウィンドシールドをオンにします。客室の照明をつけるためノーマルにします。 MFD の右下を押します。このように表示が変わります。コックピットの右側には空調を調整するパネルがあります。一番上の電源を押すことで空調がオンになります。温度についてはこちらで操作を行います。ファンの強さについてはその右側で調整を行います。ファンの強さを自動的に調整する場合はオートを押します。機内の温度についてはドアの開閉や窓の開閉を行うことで変化します。設定温度を26度にして、外気温がマイナス5度の場合にドアを開けるとどうなるか見てみたいと思います。このようにドアを開けると気温がどんどん下がってきます。ドアをもう一度閉め直すと、温度が上昇を始めます。ウィンドシールドをオンにしたい場合はこちらを押します。そして冷房を効かせたい場合はこちらを押します。この空調の設定は2ページ分存在しており、こちらが1ページ目となります。右上を押すことにより2ページ目が表示されます。一番左上の機能については、温度の表示を摂氏にするか、あるいは華氏にするか選択することができます。右のヒーターについては、客室にある電気ヒーターの制御を個別に調整することができます。
グリーンが始動制御がオンになっている状態で、グレーがオフになっている状態です。外からの空気を入れたい場合は、フレッシュエアを入れることで空気の入れ替えを行うことができます。空調のノズルについては手動で調整することができます。開けたり閉めたりすることもできます。もし暗くなってきてケーキが見づらくなってきた場合は、右上にライトのスイッチがありますので、こちらを調整します。また頭上にも照明を調整する機能があります。こちらが照明をつけた後の状態になります。エンジンがかかりました。頭上を確認していただき、シートベルトをロックします。離陸用のフラップを設定します。フラップについては、20度を使用します。外を見るとフラップの稼働状況を確認することができます。コントロールチェックを行います。操縦桿とラダーを動かして問題なく動くか確認します。タキシーライトをオンにします。ランディングライトをパルスにします。パーキングブレーキを解除し、滑走路までタキシングしていきます。滑走路前に到着しました。ストロボライトをオンにします。ランディングライトをオンにします。UL コンディションレバーを前に倒し、ハイアイドルにします。エレベータートリムを設定します。エレベータートリムについては、ダウントリム側に設定します。この理由についてですが、コディアックは乗客や荷物を乗せれば乗せるほど、重心が後ろになります。重心が後ろになることによって、離陸を行った際、急激な機首上げが起こる可能性があります。それを防ぐために、トリムをダウントリムに設定します。トリムホイールに白い線が引いてありますので、前を向くように設定します。次にラダートリムを設定していきます。プロペラが回転することによって、プロペラの回転方向とは逆の方向に力が働くようになります。コディアックに搭載されているエンジンが強力のため、プロペラとは逆の向きに発生する力も強くなります。それによって、離陸する際、強く左に引っ張られます。離陸時に左に行かないよう、トリムを右側に設定します。ラダートリムの現在の位置については、MFD の一番下を確認します。ラダートリムを動かすことによって、白い矢印が動きます。白い2本線の真ん中に矢印がある場合、ラダートリムは中央に設定されています。離陸する際は矢印が右側になるように設定します。G 線または G 線 NXI を確認していただき、中央の CDI を押して、マゼンタ色のモードになっているか確認します。オートパイロットがナビゲーション通りに飛行するようにナブを押します。それでは離陸していきます。離陸して機首上げする速度については65ノットから75ノットとなります。離陸滑走中は左に逸れる場合がありますので、右のラダーペダルを踏んで中央に留まるようにします。パワーレバーを一番前にします。ブレーキを離して離陸します。70ノット付近になりましたので離陸していきます。ローテート。機首はゆっくりと上げていきます。ラダートリムを設定しているため、機体が左に傾こうとします。操縦桿を操作しながら機体を飛ばしていきます。エレベータートリムを調整しながら上昇を続けていきます。
体のスピードを徐々に上げながら、フラップについても徐々に格納していきます。スピードを上げずにフラップを一気に格納した場合、機体が失速して墜落する可能性があります。注意してください。離陸後安定しましたので、ラダートリムを中央に戻します。オートパイロットと溶ダンパーをオンにします。機体の上昇についてはバーティカルスピードまたはフライトレベルチェンジを使って上昇します。離陸いたしましたので、タクシーライトをオフにします。 MFD の左側に表示されているエンジンインディケーションシステム EIS を確認します。白い針がグリーンゾーンにあるか確認します。調整については黒いパワーレバーと青いプロペラコントロールレバーを操作します。コディアックで7500フィートを飛ばす場合はオキシゲンスイッチをオンにします。このオキシゲンスイッチをオンにすることにより高高度での低酸素症状を防ぐことができます。酸素の容量には限りがあり、赤いランプが酸素がない状態になります。コディアックには酸素の消費量がシミュレーションされており、乗客の人数に応じて消費量が変わります。消費量に注意しながら飛行を続けます。1万フィート以上を超えましたので、ランディングライトをオフにします。G-SEN NXI という別のアドオンを導入することで VNAV による効果ができます。 VNAV による効果が始まったら、パワーレバーとプロペラコントロールレバーを調整しながら速度がレッドゾーンに入らないようにします。着陸空港に近づくとフラップを展開していきます。フラップレバーには各フラップごとの上限スピードが表示されています。10度の場合138ノット、20度の場合120ノット、35度の場合108ノットが上限となります。1万フィート以下になりましたので、ランディングライトをオンにします。そして着陸空港が近くなったら、タクシーライトもオンにします。今回は ILS を使って着陸するため、ILS 周波数を設定します。7500フィート以下になりましたので、オキシゲンスイッチをオフにします。まもなく着陸となるため、プロペラコントロールレバーをマックスにします。フラップを徐々に展開しフルフラップにします。CDI を押してマゼンタ色からグリーンに表示を変えます。今回は ILS で着陸するため、オートパイロットのアプローチを押します。ある程度降下したら、オートパイロットと溶ダンパーをオフにします。機体が揺れていますので、操縦桿とエレベータートリムを使用して調整していきます。滑走路近くになったら、パワーレバーをアイドルの位置にします。機首を5度付近まで上げてタッチダウンします。着陸したらパワーレバーをリバースにします。40ノット以下になったら元に戻します。無事に空港に着陸することができました。滑走路から出たこの位置で一旦待機します。パーキングブレーキをセットします。フューエルコンディションレバーをローアイドルにします。
フラップをすべて格納します。オートパイロットをすべてオフにします。ランディングライトをパルスにします。ストロボライトをオフにします。パーキングブレーキを解除し、駐機場までタキシングしていきます。駐機場に到着したらパーキングブレーキをセットします。ランディングライトをオフにします。タクシーライトをオフにします。プロペラコントロールレバーをフェザーの位置にします。フューエルコンディションレバーをカットオフにします。これでエンジンを停止することができます。ウィンドシールドをオフにします。空調を止めます。オルタネーターをオフにします。ジェネレーターもオフにします。フューエルポンプをオフにします。ビーコンライトをオフにします。ファイアウォールフューエルシャットオフを引いた状態にします。頭上を確認し、フューエルセレクターをカットオフにします。シートベルトのロックを解除します。ピトーヒートをオフにします。ラブライトをオフにします。AUX バスをオフにします。アビオニクスマスターをオフにします。最後にマスタースイッチをオフにします。これで機体の電源をシャットダウンすることができます。最後にドアを開けていただき、荷物と乗客を降ろします。これでコディアックを使って一通りフライトを行うことができました。コディアックの飛ばし方についてご紹介をいたしました。コディアックで一番難しい操作については離陸となります。離陸前にエレベータートリムやラダートリムを適切に設定していないと離陸がうまくいかない場合があります。ただし離陸を超えてしまえば、あとは手動で操縦を行う楽しさを味わえる機体となっています。もしそういったチャレンジをしたい場合、この機体はおすすめの機体となります。ぜひ購入を検討してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。本日の動画を終了したいと思います。それでは、良いフライトを。